皆さんこんにちは、 FX トレーダーの西条です。いつも動画をご視聴いただき本当にありがとうございます。今回はアスターと、それに付随してビットコインの相場解説やっていきたいと思います。でビットコインに関しては今ですね、結構上に上がってきてはいるんですけども、朝の段階でこんな感じで特設ラインの方には送らせてもらってたんですけど、案の定意識されてたラインを上に行ったので、ちょっと今上に走ってるっていうような感じになります。でアスターに関しては、この冷やし単位でのダブルボトムですね、前の動画で言ってたんですけど、冷やし単位のダブルボトムを、形成して、なおかつネックラインもですね、冷やし単位でちゃんと上の方で引けていたので、チャート的にはかなり強いと言っていたんですけど、案の定ですね、今ずっとアスター上に上がってきてますので、ファンダもありますので、それも加えてちょっと相場解説やっていきたいと思います。なので今仮想通貨だったりアスター注目されてる方だったり、今テクニカル勉強中の方はぜひこの動画最後まで見て少しでも理解を深めていただければと思います。またこの動画を見て分かりやすいと思われた方は今後の励みにもなりますので、ぜひチャンネル登録だったり高評価よろしくお願いいたします。はい、そして動画の前になんですけども、今現状私の方は LINE と Discord というのを運営させてもらっております。どちらも5000名以上の方が利用してくださっておりますので、何か直接私に聞きたいことがあるという方は概要欄のリンクから登録してお気軽にメッセージを送ってみてください。はい、それではやっていきたいと思います。でアスターに関しては一応この RSI っていうのも冷やしたいなと、まだ上値余地っていうのがあるんで、62とかなんでまだ、ビットコインによりけりなところはあるんですけども、上がっていく可能性は全然あるかなと思います。で一応今のラインっていうのが上場時かな、アスターって意外に上場した時って 0.15 ドルだったはずなんで、ゲートとかで上場した時は、バイナンスを後から上場したんで、ちょっとこれはバイナンスは違うんですけども、ゲートの時は 0.15 ドルで、0.7 ドルくらいまで確か上がった気がします、上場時。私も参加してたんで、っていう感じなんですけど、一応今のラインを見てもらうと、やっぱここの 0.18 ドルぐらいっていうのがかなり、意識されてるラインになってくると思います。この黄色いラインですね。で、今、冷やし単位で結構超えてきてますし、1時間足ベースで見ると、ここ行ったり来たりしてて、ここでレジスタンスになってたりはするんですけど、今のところ割と上位足である4時間とかでも、上で引けてたりはするので、この辺でもうちょっと保ってくれるともっと上に行く可能性は、あり得るんじゃないかなと思います。で、一応バイナンスのチャートだと、この前のコリアパワーの時ですね、韓国のところ上場した時に、バイナンスのチャートだと 0.23 ドルまで上髭ついちゃってるんですよね。で、バイビットとかだとそんなついてない。確かそこの上髭はもう上に超えてるはずなんですけど、バイナンスチャートで見るのであれば、この 0.23 ドルより上で、なんとか上髭ではなく、実践ベースで4時間とか冷やしで上行くと、さらに強いチャートになってくる可能性が、あり得るかなと思います。で、ここの辺の動きは、ビットコインに付随してなんですけど、わりかしこのアセトラのような形から今上に行ってるような感じになりますね。はい。この安値切り上がってて、高値一定のラインから、なんとか今ブレイクして上に来てるっていうような感じになります。で、アスターの、ファンダっていうのも、これですね。これ1月24日、4日前に出てたんですけど、これですね。これがファンダっているかどうかは分からないですけども、2月マジで1ヶ月で1年分の成果出す覚悟で頑張るし、それが現実的に可能なほど形勢が整いつつあるということで、渡辺壮太さんが発言してくれてるんですけども、これが2月にファンダが出るっていうわけではないと思うんですけども、その期待感から一応アスターも直近だとかなり強い、本当動きをしている感じになります。現にビットコインと、これ4時間足ベースで、11月13日ぐらいから、ちょっと前からでもいいんですけど、比べた場合、同じスケールで比べた場合っていうのは、ビットコインは去年の8月から価格が大体 44% 上に上がってるに対し、アスターは 219% と、ビットコインよりも5倍ですね、ちょうど5倍くらいの、値幅を上げてきてるっていうことになります。これはビットコインが結局、時価総額も高いので、それはビットコインよりも、ビットコインが上がれば、アスターの方が上がりやすいっていうのは明白なんですけども、それに加えても、ビットコインよりも、ビットコインの上下に連動するんですけども、ビットコインが上がった時はアスターはさらに上がってるっていうようなかなりハイパフォーマンスな通貨になってます。で、私は実際にパラチェーンオークションで、パラチェーンオークションの時から参加してて、当時で900ドットか1000ドット入れたので、ドットがあの時って4000円とかだったんで、当時はパラチェーンオークションで500万、
分ぐらい突っ込んで、アスタが13、4万枚ぐらい無料でもらえたんですけども、まあ、それくらいの時からずっと応援してる通貨にはなるんで、まあ、こうやって上がってきてくれて、今アスタがすごい盛り上がってて、個人的には嬉しいかなと思います。じゃあちょっと次ビットコインの相場解説していきたいんですけども、はい、これビットコインの1時間足になります。で、一応ここのところ見てもらうと、かなり意識されてたラインがこの辺重なってたんですよね。で、そこ今ブレイクしてっていう感じなんですけど、一応朝の段階で送った時は、このぐらいの時にちょうど送ったんですけど、ダブルトップを作りそうだったんですよね。まあ、ここを見てもらうと、わかる通り1時間足で、まあ、ここがネックラインになるんですけど、ちょっとこの下がってきたところで、まあ、きれいに反発して、まあ、ダブルボトムの騙し、まあ、騙しというかダブルボトムを作らずそのまま上に上げてきたっていう感じになります。で、まあ、この上げ方的にかなりやっぱり強いので、ここを抜けると、まあ、もう42,500となると結構中途半端なところであるので、まあ、43,000くらいまでですね、この黄色いラインの上のところまで試してきても全然おかしくないかなと思います。で、今回の上げで、まあ、きちんとですね、上位足ベースで4時間足ベースでも10月から続く、10月20日ぐらいから続く、まあ、このチャンネルの中ですね、上昇チャンネルの中に戻ってきたっていうような感じになります。うん、で、4時間足で見ると今陽線が連続 1,2,3,4,5,6 本連続確定で、今相当4時間足ベースで見てもこれだけの陽線が連なってるので相当強い上げなので、今の段階で見るとこの43,000ドルをまたちょっと抜いてきて一旦上目指すっていうような動きの方が可能性的には高いかなと思います。で、一応これ昨日の動画でも言ってたんですけど、ただ半減期前の今パワーで上がってる、っていうのはあると、若干はあるとは思うんですが、一応その安易にそのロングっていうわけではなくて、やっぱり下げ始めるともう今度とことん売られて、半減期の、まあ、1、2ヶ月前が基本的には価格のピーク、直近でのピークになってくるパターンすごい多いので、その辺はちょっと注意して見ておくといいかなと思います。で、一応直近で今15分足だと、そうですね、一応ビットコインが、強い時のチャート時にすごいする動きで、まあ、結構ですね、このダブルボトムを作ってくるんですよね。で、まあ、チャート的にダブルボトムって基本的には、まあ、反転のサインだったりとか、まあ、強い相場のテクニカルで使ってる方は多いんですけども、で、一応まあ今のこのダブルボトムは15分足だと結構小さいんですが、この強い時の動きをする時に関しては、この移動平均線をもっと絡んでくると一番強いんですよね。例えば、まあ、こんな感じでネックラインがまず移動平均線に絡んでて、なおかつサポートラインもこの移動平均線、まあ、これ EMA なんですけど、 EMA を、まあ、背にですね上がってきて、ネックラインをきれいにブレイクとかっていうパターンが結構多いので、上げてくる時っていうのは、今は一応移動平均線からちょっと上に乖離しちゃってるので、強い時のこっからダブルボトム作って一気にパーンって上げるっていうよりかは、まあ、一応はちょっとそういう動きではないんですが、さっきの動き、この移動平均線を絡んでの動きっていうのは、まあ、見ておいて損はないかなと思います。まあ、ちょっとこれも出てきた時にまたちょっと相場解説とかライブ配信とかでもやっていこうとは思うんですけど、まあ、ぜひですね、ちょっとこの辺は見ておいていいかなと思います。はい、で、行ったり来たりなんですけども、 SMA がいましたね。50の SMA っていうのが冷やし単位で、まあ、今ぴったり止められてきた部分にはなるので、42,800くらいですね。まあ、ここをちょっとブレイクできるかっていう感じになってくるかなと思います。はい、それではちょっとですね、今回すごい急ぎ足で動画撮らせてもらったんですけども、ちょっと最近ほんとバタバタしてて時間があったりなかったりするんで、今回ちょっと急ぎ足で撮らせてもらったんですけども、まあ、この動画見て分かりやすいと思われた方はぜひですね、チャンネル登録だったり高評価よろしくお願いいたします。また私に直接聞きたいことがあるという方は、まあ、冒頭でも言ったんですけども、概要欄に貼ってあるリンクからディスコードないし LINE 登録してもらって、何かメッセージお気軽に送ってみてください。それでは本日の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。